自由通路自由通路白尾駅は、北海道白尾郡白尾町末広町2丁目に、ある、北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である。駅番号は、H23、電報略号は白。副駅名称は、ウポポイ民族共生省徴空間前。事務官コードは13321。特急、北斗、鈴蘭の停車駅となっている。 東駅から沼の単駅までの 28.7km は日本国内で最も長い鉄道の直線区間になっている。1976年の白追駅と周囲約 750m 範囲。左下が東室蘭方面。駅裏室蘭側の斜めの多数の側線は、白追川へ向かっていた砂利線の撤去残りと陸上自衛隊白追弾薬首所専用線。 また、駅裏正面の貨物積み下ろし場は、気候上に接しており、まだ利用されている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成混合ホーム2面3線の地上駅。上り貨物列車専用の対比線が1番乗り場と2番、乗り場の間に1本ある。3番乗り場は、下り列車のみ対比が可能である。 古戦協場に自由通路への出入りができる臨時改札が設けられている。駅舎は白尾井町の所有であり、北海道 JR サービスネットが駅業務を受託する業務委託駅である。緑の窓口が設置されており、ウポポイの閉園時間が20時の場合のみ、営業時間が20時30分まで延長される。クレジットカード専用の指定席券売機を設置している。 改札内にはエレベーターが設置されている。白井町中心部にある駅であり、ウポポイア仙台藩白尾元陣屋資料館、白井町役場や白尾町立国民健康保健病院、北海道白井東高等学校や北海道、栄高等学校への最寄り駅となっている。駅南口には、道南バス、白尾駅前停留所がある。また、 駅南口から国道36号までは、北海道道388号、白尾停車場線が通っている。白尾駅北観光商業ゾーンには、北海道での運行を最後に姿を消した、蒸気機関車、D51 から333を展示している。北口南口ウポポイの開業に合わせ、白尾駅に停車する特急列車の車内放送では、 ウアイヌコロコタンウポポヨルンパイへ来る話。白し、しらおいおったラプヤンというアイヌ語によるアナウンスが流れる。報道発表資料新聞記事、ありがとうございます。